皆さんこんにちはレックセン2講師の厚田ですそれでは三級 FP 技能検定試験の回答速報を始めていきたいと思いますはい、では皆さん今日ですね、えー、受験された皆様お疲れ様でした でではこれからですねまず最初に午前中行われた学科試験の回答と午後行われた実技試験ですけども、まあ、実技試験のうち日本 FP 協会の資産設計提案業務とあとは金融財政事情研究会のうち個人資産相談業務ですねこちらの2つに限定してですね回,回答をお話ししていこうかなというふうに思いますので最初にまず学科試験からいきたいと思います。 学科試験なんですけども合計60問ありまして前半の30問が生後問題で後半の30問が三思択一問題ということでただしすべて1問1点ということで60点満点で36点以上で合格ということになるので,で今こちらレックの独自の回答を申し上げますけども今4時半もあったところですがあと1時間弱もすればですね、実際の実施団体から回答が公表されますので 改めてそちらでですね、確認いただければというふうに思いますのでではまず最初に回答からですね、申し上げていきたいと思います。 はい、では最初の前半30問のうち科目ごとに、まあ、5問ごとに申し上げていきたいと思うので,でその時に整合なんですけども本当は正誤の場合は「丸が「1」「×」が「2」というふうになっておりますけどもこちらちょっと言いづらいので「丸×」という形で申し上げていくのでちょっとすみません皆さんの方で「丸は1番なんだ「×」は2番なんだというふうに読み替えていただければというふうに思います。 はい。では、え第1問の、カッコ1からカッコ30ですが、じゃあ最初に、えーと、1から5まで申し上げていきます。えでは、読み上げます。えー、カッ1が丸、カッコ2が×、カッコ3が×、カッコ4が×、カッコ5が丸。え連続で言うと、まぁ、カッ1からカッコ5ですが、丸、×、×、×、×、丸ですね。で、次、カッコ6からカッ十10のリスクです。カッコ6が×、 かっこ7がかっこ8がかっこ9が丸かっこ10がががががががもう一度かから、えー、6からでですすす次11から15の金融に移りまちょっと連続でもう一度11から15ですが。

29が30が〇、えー、もう一度26から30ですが〇〇〇となります続きまして、えー、第2問に移りまして今度は三子択一で、えー、これも科目ごとに5問ずつ申し上げていきます。がががが 35が2もう一度31から35ですが、えー、と2 3 3 2 2です続いてリスクの36から40に移りましてがががががですもう一度36から40ですが11212 となります続いて41から50の金融ですが41が342が143が144が345が2、えー、もう一度41から45ですが、えー、31132です続いて46から50のタックスですが46が147が248八が3 49が1 50が2もう一度46から50ですが1 2 3 1 2となります。続いて51から55の不動産ですが51が352が253が254が155が3もう一度51から55ですけれども32213となります。 次56から60の相続なんですが56が257が158が359が160が 3, 59が1 60が3もう一度56から60ですが21313です。 でこれでですね、一応、学科試験の回答は終わりなんですけども、また後でですね、えー、ちょっと簡単な解説はしたいと思うんで、一旦これで学科試験は終わりにさせていただきまして、次に日本 FP 協会の資産設計提案業務の回答を申し上げていきますので、ちょっと一旦申し訳ないんですけども、金融財政事情研究会の問題を受けた方は、少々お待ちいただきたいと思います。 では資産設計提案業務に移りまして、えー、こちらについてはですね、えー、20問ありまして100点満点の20問になるので1問5点ということで、えー、12問以上、まあ、60点以上で合格ということになりますでこちらはあの問題ごと大問ごとに申し上げていくので最初第1問から、えー、やっていきたいと思いますでは第1問の問い1問い2ですがまず問い1が1 問い2が1ですえ、もう一度問い1が1問い2が1となります。続いて第2問の金融ですけども、もえこれ問い。3から問い5まで3問あります。問3が1問4。がえ3。問5が2ですえ、もう一度問3が1問4が3問い5が2となります。 続いて第3問の不動産が2問、問い6、問い7、2つあります。問い6が2、問い7が1、もう一度問い6が2、問い7が1です。次、第4問のリスクです。こちら8から10の3問あります。まず問い8が2、問い9が3、問い10が3、もう一度いきます。問い8が2、 問いが三、問い中が三です。<laughs> 続いて第五問のタックスです。問い十一から問い十二二問あります。問い十一が二、問い十二が一、もう問い十一が二の問い十二が一です。<laughs> 続いて第六問の相続。こちらは問い十三から問い十五三問あります。まず問い十三が一。 問14が3問15が3問13が1問14が3問15が3となります続いてここから総合問題の第7問でこれが16から20の終わりまでになります問16が3問17が1問18が 一問い十九が二問い二十が三えもう一度ですけれども問い十六が三問い十七が一問い十八が一問い十九が二問い二十が三となります以上で日本 F.P. 協会の資産設計提案業務これで終わりなんですけれどもまあちょっと簡単な解説はすべ、えー、て終わりましたらまた戻ってやりますので一旦これで回答はこれで終わりとさせていただきたいと思います。 では続きまして今度はですね最後お待たせしました金融財政事情研究会の個人資産相談業務の回答に移りたいと思います。 でこちらなんですけどもあの問題が大問5つ第1問から第5問まであって大問ごとにですね点数の配点が決まってまして大問1が10点で大問2も10点ということで全て大問ごとに10点なんですけども問題は3問あるので必ず大問ごとに3点の箇所が2つ4点の箇所が1つという形であるんですけどもでこのあとで,ですね5時半になればあの 配点も今公表されますので例えば問い1がこれ仮になんですけども問い1が4点で問い2と問い3が3点というふうな形で配点が公表されるのでそちら見ていただければ分かるのでちょっとここでは配点は申し上げず回答だけですね申し上げさせていただきたいなというふうに思いますのででは第1問のライフから見ていきますでこちら問い1から問い3なんですけどもまず問い1が3 問い二が二、問い三が三。もう一度申し上げると、問い一が三、問い二が二、問い三が三となります。続きまして、第二問の金融です。問い四から問い六になりますが、問い四が二、問い五が二、問い六が三、もう一度、問い四が二、問い五が二、問い六が三となります。<laughs> 続いて第3問のタックスです。こちら7から9までですが、まず問い7が1、問い8が1、問い9が1。ですから全て第3問は答えが1になります。3問とも1になります。次、第4問の不動産です。問い10から問い12まで3問ありますけども、まず問い10が2、問い11が2、 問い十二が3もう一度問い十が2問い十一が二、問い十二がえごめんなさい問い十が2問い十一が2問い十二が三です次 第5問の相続に移ります。13から15までになりますが、問い13が1、問い14が1、問い15が3、もう一度申し上げると、問い13が1、問い14が1、問い15が3となります。でこれ、先ほど冒頭で申し上げたように、こちらについては、必ず題目ごとに1つ4点があるので、ですので、ということはですね、あの 通常ですね6割で合格なんですけども、まあ、15問ある中の6割ということは9問以上。 取れれば合格かというとただ9問ではですね3点の箇所を9問だと27点にしかならないので、えー、こちらについては問数ではちょっと正確には測れないので、えー、もし問数で考えるのであれば10問以上だと必ず3点が10問で、えー、30点になるので合格で、えー、ただ9問の方はですねちょっと配点のところによって変わるのでちょっと9問では合格とは言い切れませんので、えー、必ずですね近、えー、近在近在事情、えー 金融財政事情研究会のところの配点で確認いただければというふうに思いますので、ちょっと後で簡単なですね解説公表は終わり頃にまたやりますので、ちょっと一旦これで回答は終わりとさせていただきたいと思います。では、あと残りの時間がですね、えー、30分ほどありますので、その中で、まあえー、一つの、えー 評価ごとにですね10分ぐらいですね簡単な解説公表をしていこうかなというふうに思いますのでではそうしましたらじゃあまず学科試験に戻りたいと思うのでもう一度学科試験をですねご準備いただきたいと思います。 でこちら学科試験なんですけども、まあ、全て丸×問題になってまして、まあ、正しければ丸間違っていれば×という形ですがただあの丸×問題の場合はこれ知らないと解けないことがあるので選択肢自体難しいものもありますがただ難しい選択肢があっても、まあ、最終的に6割で合格になりますから三級、まあ、をやる上では難しい選択肢は別にです、ね、解けなくても構いませんのでただしあの通常の ですね、えー、合格される方であれば皆さんが正解取ってくるようなところを正解していればあの確実にですね合格はできるので、えー、そのような形で難しい、えー、選択肢は別にですね、えー、やらなくてもいいということになりますではちょっとこちらですね、まあ、見ていきたいと思いますけども例えばなんですけども、えー、じゃあライフからいきます、えー、第1問のライフからいきますと 例えば、2番の労働災害保証券いわゆる労災ですけども労災はですねこれ誰が負担するのか保険料誰が負担するのかというとこれは労働者ではなく事業主が全額負担します労災は基本的に事業主が全額負担という,ふうになってますのでそれしてれば2番×という,ふうな形で判断できるかと思いますし。 また、3番のこちらですね国民年金の任意加入費用権者の件なんですけどもこちらについては60歳以上75歳ではなく70歳までで,す、ね、70歳まで,であれば例えば国民年金を受給するために加入あるいは年金額を増やすために加入という形で70歳までであれば加入できるということになります。 あと過去版、ね、各校交番の日本政策金融高校の教育一般貸し付けの話なんですけれども、問題にもあるとおり、学費のみならず、受験費用とかですね、在学のために必要なる住居費用、まああの、例えばアパートとかマンションのそういう家賃などもこれです、ね、含めることができますので、まあ、これ正しいという判断をしていただければというふうに思います。続いて、 えー、か,っこ6からかっこ10の、えー、リスクなんですけども例えば、えー、かっこ7番の、えー、学士子ども保険のところですがこれ通常学士保険は契約者がお父さんお母さんで被保険者がですね、えー、お子さんというふうになっていきますがで今回は契約者である例えばお父さんもしくはお母さんが亡くなった場合どうなるかというと、えー、これ死亡時における解約返礼金相当額が払われてとありますがそうではなく学士保険で結局お父さんお母さんが亡 くなった時にその時に進学費用をちゃんと出せるようにというような内容になってますので契約者が死亡した場合はあと保険料の支払い払い込みはもう終わってですねあとは例えば高校入学するときにいくらとか大学入学する時にいくらという形で払われますので解約返礼金が払われてというわけではなくて当初の予定通りの金額が今後払われますので括弧7番はそ,のそういう理由から罰ということになります。 あとはですね、えー、例えば、過去8番のところですけども、えー、地震保険の保険料につきましては、えー、所得税と住民税ではで、ね、同じではありませんので、まあ、所得税は5万ですが住民税3万というようになっているので、まあ、そこが間違っている同じではないというふうな形で考えていただければという,ふうに思います。 続いてですね、11から15の金融なんですけども、こちらでは例えばなんですけども、11番のこれ、インターバンク市場とい,うというふうになってますけども、 インターバンク市場についてはこちらの問題では金融機関のほかに事業法人とか地方公共団体なども参加できるみたいな形で書いてありますけどもインターバンク市場は参加者が金融機関に限定されておりますですから金融機関に限定されているので11は間違っているというふうになります。 でまた、これはですね、まあ、ちょっと最近の改正が含んでいる、括弧12番の、ゆうちょ銀行の預け入れ限度額の話なんですけれども、えー、これについては、まず前半の従来、通常貯金と定期性貯金を合わせて1300万の預け入れ限度これはもちろん正しい話なんですが、2019年の4月1日からそれぞれ2000万に変更されたとありますが、これはですね、それぞれが1300万の限度ということで、合計すると2600万という形で、預け入れ限度額は増えました。 ただ増えたんですけどもあの保険機構保護、えー、預金者の保護機構についてはこれは従来と1000万なので例えば1300万ずつ預けても、えー、もし有助銀行が破綻といった場合は1000万しか保護されませんので、えー、預け入れ限度額と、えー、保護の話は別問題なので、えー、そのところはご理解いただきたいと思います、はい、では続いて16から20のタックスですね こちらに入っていきたいと思いますけれども、まあ、例えば16番は3級にしては文章が長く3行ほど文章があります。だいたいこういう文章長いときには正しいということが多いんですけどもでこちらについてはですね月額今15万までは非課税というふうになってますのでこちら正しいですし次18、かっこ18のですね人間ドックの話なんですけども。 人間ドックについてはですね、医療費控除の対象になるかならないかあってですね、例えば人間ドック行きましたで人間ドック行って異常がなければ元から健康だったわけなので医療費控除の対象にならずでも人間ドック行きました人間ドック行って異常が発見されてすぐに治療を開始したとかそういった場合はですね、まあ、行く前から病気だったということになるのでその場合は異常が発見されれば医療費控除の対象になるのでですので ここがあと10、っこ19番のところはこれも大丈夫だと思いますけれども住宅ローン減税の対象は床面積が50平米以上になるので100平米ではありませんのでここが間違っているという形になります。続いて21から25のです、ね、不動産なんですけれどもここについてはですね例えば過去22番のこちらのですねし 品質確保促進に関する法律の話なんですがこれ引き渡しから10年以内となってます10年となってますので5年間ではありませんしあとは括弧24番の こちらですね敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合は、ですねこちらはこの通り、下半の属する用途地域の用途に関する規定が適用されるの、これ、正しいですし、過去25番のですね固定資産税については、これ、確かに軽減されるんですけども、これは5分の1ではなくて6分の1となります。ですから、こちらが間違っているというふうになります。 はい、あとじゃあ続いて26から30の相続なんですけども、えー、この中ではですね、えー、例えばですが「過去二29番の遺産にかかる基礎控除額、これはもう皆さん 暗記されていると思うんですけども、三千万プラス六百万かける法定相続人の数になります。あの五百万かける法定相続人の数は、例えば、死亡保険金の非課税枠だったり、えー、死亡退職金のですね。非課税枠ですから、五百万ではなく、六百万ですから、えー。そこを混同しないようにしていただければと思います。 では続いて第2問のですね3子択一のところをいきまして同じくまた5問ごとにまあ簡単に見ていくと例えばなんですが 括弧、えー、31番のこちらのですね係数早見表を使った問題なんですけどもこれ意外とですね毎回出ていて簡単なところなのでお話しさせていただくと、まあ、今回3,000万を1%で運用しながら15年間にわたって取り崩すとあるのでじゃあこれ仮になんですけども運用せずに15年間にわたって取り崩す場合は 1> 1年あたりり200万円になりますですから200万円になるわけなので、えー、運用しているわけなさら更にこの200万より必ず上回るわけですからこの時点で1番の186万3000円はこれもありえない選択肢なのでこの時点でもう2択にしてしまいます。2番3番にします。で2番3番にして200万を上回る係数を使えばいいのでそうするとですねあの収穫係数はもう絶対使えないので 例えば、減債基金係数、ちょっと減債基金係数を当てはめていくと。三千万かける。零点零六二一をかけてみます。そうすると、百八十六万三千なので、つまり、減債基金係数を使うと百八十六万三千。これ、答えとしてありえないので、そうすると、資本回収係数を使ってみます。三千万かけることの零点零七二一をしてみると、二百十六万三千。なので、まあ、結局、この資本回収係数を使えばいいということがわかるので、三級でも二級でもそうですけど、今みたいな形で当たりをつけていくことによって。 あのそんなに暗記せずに対応できますのでこういうふうに解いていただければなというふうに思います、はい、あとはですね、えー、ちょっとカッ三35番の送料規制ですがこれ多分おそらく適切には載ってないと思うんですけども、まあ、送料規制はたまに出ます、えー、まあ毎回出るわけじゃなくて1年に1回とか2年に1回ぐらいの頻度で出るんですが送料規制は3分の1ですね年収の3分の1となっているので、まあ、これは知っておくと便利なものではないかなというふうに思います 次、36番から340番のところのリスクなんですけれども、これちょっと難しいなというふうに思うのが、38番のこれですね、養老保険の福利構成プランとありますが、これ別名、ハーフタックスプランと言われまして、養、ま、老、あ、保険というのは貯蓄性が高いんですけども、一定の要件を満たすと、ですね、半分損金で半分が福利厚生費というふうになります。 はい、で今回の場合だと、えー、費用権者はですねこれ役員と従業員全員しなければいけないので、えーまあ、この、えー、費用権者のところそれ知っていれば、えー、丸1で、えー、2番が選べるということになりますしあとハーフタックスプランと申し上げましたがハーフって半分なのでつまり、えー、半分が福利厚生費で損金経理ができるということなので、えーまあ、ハーフタックスプランのハーフが分かっていればこれで丸2番も2分の選べますので、えー、そこで答えを は2番という,ふうになりますはい、であとはですねじゃあ41から45のところの、えー、これは金融に入っていきますけどもあのこの中で42番の今回のですね、えー、所有期間利回りの計算ですけどもこれは3級でも2級でも、えー、この利回り計算は本当によく出ますからこれは必ず全員ですね、えー、解けるようにしていただければというふうに思うので、えー、通常ですね、まあ、これはできるはずなのでちょっとこれはやってみてください。 あとはですね、まあ、44番のポートフォリオにつきましては、えー、同じ値動きをするのはプラス1、1の時です、ね、1の時に同じ方向に動くとで0の場合はどこ行いかわからない状態なので,で一番効果が高いのがマイナス1というふうになりますので、まあ、そこは知っておいていただければというふうに思います。続いて46から50のタックスなんですけども例えばじゃあ47番に行きたいと思います。 47番のところなんですけれどもこれ総所得金額を求める問題ですけれどもでその時に今回赤字のものが雑所得と事業所得がありますでその際に雑所得については赤字があった場合は損益通算対象にはなっておりませんので50万のマイナスはゼロになりますそうすると750万と事業所得のマイナス150これを合算できますのでそうすると2番の600万というふうになるので えー、2番選んでいただきたいですし48番のですね、えー、これ生命保険料控除の話なんですけどもこれはですねべ、えーて,えー、て3つ10万ずつ払った場合ですが現行の制度ではですねこの2012年1月1日以降の契約については8万円以上払うと4万円というもう上限決まりますので4万 ×3 個あるので12万円という,ふうな形になりますで続いて51から55のですね不動産なんですけども 例えば51番の今回基準値の標準価格なんですけれども基本的にこちらは工事価格を保管する意味合いがあります。で工事価格基本的には土地の値段は1月1日を基準にするんですけども今回標準基準値の標準価格は工事価格を保管するで1年,は1年は12ヶ月なのでということは半年後じゃないと意味がないということなので1月1日の半年後の7月1日ということなので、まあ、7月一日をしていればすぐ三番が選べるということになり はいますあとちょっと55番はちょっと難しいんですけども、えー、こちらですね、えー、この居住用家屋、えー、財産の、えー、これ適用を受けるためには上土対,対価の額は1億円以下じゃなければいけないということで、まあ、こちらは知っていればすぐ解けるような問題ではないかなというふうに思います。はい、あと56からえー60の相続なんですけども、えー、ここに関してはですが例えば58番の「 相続時生産のところですがこれはもう基本中の基本だと思うので、えー、基本的には特別控除額は2500万ですから2500万を超えたらあと税率は一律20%ですから、まあ、これはおそらく合格される方であれば皆さんが正解を取れる問題だと思うので58は必ず正解を取っていただいてまた同じく60番の小規模宅地の問題ですけれども今回事業用宅地ですから事業用の場合はこれ400平米になります。でですから平米はこれあくまでも 居住用宅地の話なので、まあ、事業用宅地のところでもう400平米が分かればこれもすぐ3番が選べるという非常に簡単な問題になってますので、まあ、こういう形でやっていただいてでたまにあの選択肢によっては難しい選択肢あったりしますけども日頃の学習しっかりされていればですねあの必ず60点は6 0点でごめんなさい6割は取れますのでそういう形で解ける問題ではないかなということが言えますでは次はですね今度は、えー 資産設計提案業務、FP 協会の問題、20問あるんですけども、これ、いくつかピックアップしてですねやっていきたいと思いますで。こちらなんですけれども、じゃあ、例えば第1問の問いに見ていただきたいんですが、キャッシュフロー表の、えー、クーラーの話で、これ、も毎回出ている内容です。で、今回、あいうなんですけども、えー、正しいものはどれですかというふうになっています。 で例えばこちらなんですけども括弧、えー、イのところを見ていただくと、えー、これはですね収入から支出を引いて年間収支はこれプラスになるのでこれ明らかにマイナスになっているのでそれはもう逆になってます、えー。支出から収入引いてますけどもこれ収支は収入から支出引かなければいけないので、まあ、金額は73万間違ってはいませんけどもマイナスになっているところが間違ってますし3番の括弧位の話なんですけどもこれ「う」を出すためには前年の金融資産残高に これ運用して1%運用があるのでつまり翌年にするためには317万に1.01をかけたものプラスこの3 2022年の51万足さなければいけないのでそこが間違ってますのでまあこれは通常であれば青正しいという判断ができるんじゃないかなというふうに思います。続いてですね今度はえ 第2問の金融に移りまして今回ですね問題が問い4と問い5で、えー、実際にはです遠、ね、い、えー、4についてはまあこれはよく出る話の指法、えー、の一部の一つの企業を題材にした問題で,でさらにですね今度、えー、第5問ですか。第 問い 5,、ね、5についてもです、ね、また同じように題材なんか資料を使った題材、まあ、今回日経新聞の資料から持ってきているということで、まあ、ここまで2問出るのは珍しいなというふうに思ったんですがその中で問い4なんですけども、まあ、今回日本電産を題材に扱っていますけどもこちらについてはです、ね、もうこれはもう読み取るしかありませんので例えば1番の2018年3月期における一川渡りの利益はというとこれは18年3月の 1>, 1株当たりの益を利益を見つけてそれで443.9円だという見つければいいと思うのでこれは正しいとでまた2番のところですが今回、えー、本部のところにありますがこの企業の株価は1万3500円とありますで。今回こちらですね、えー 1> 1単元が100株になってますだから1万3,500円 ×100 株の135万が必要だということで1、まあ、番2番正しいので3番が間違っているということで2018年3月期の配当を見ると50円になってますけどもこれあくまでも半年の配当ですこれ半年ごとに9月3月に配当を支払われていますのでそうすると3月期における年間の配当については50円じゃなくて1期前がですね 45円ですから95円ですね95円となるんで 95×100 株で9500円となりますので間違っているという3番が間違っているということになります。で続いてですねあとはもう一つ資料として出ているですね問いなんですがこれちょっとしんどいなと思うのは。 まあこれ結局割安とか割高とかってますけどもそれは計算しないといけないのでこちらについてはちょっと時間がかかるなと思うのは1番2番3番のところですこれを全部一個一個計算していかなければいけないので3級でも計算式を覚えなくちゃいけないなというところがありますのでここに書いてあるような PER とか PBR とか配当利回り、ここら辺の計算式を覚えないといけないので。 ちょっとここの金融ではこれが一番難しいなというふうに思いますので点数はあの5点は5点なんですけどもちょっと難しいなという気がします。続いて第三問の不動産ですね不動産に移りたいと思いますけれども不動産の登録について、まあ、これよくある話なので、まあ、これはできていただきたいと思いますし、まあ、問い7につきましても表題部と権利部の話なのでこちらについても多分取れるんじゃないかなというふうに思うので。 まあこれですね例えば「いとのところで通常所有権の移転登記は「こ区になされますし抵当権は「う」になされるとまあ「お,おつく」のところになされますのでだからここは大丈夫じゃないかなというふうに思います。続いて第4問のリスクなんですが、まあ、問い八はもう毎回のように内容は若干違うかもしれませんが保険証券の読み取りということなので今回は 大けがを負って、えー、10倍の手術を受けて、えー、10日間入院したということなので,でただしこちらについては、えー、こちらは入院の時には5日目から5000円支払われますから4日間は面積になっているので5日目から10日間の6日分が対象になってくるのでそこさえ間違いなければ答えは出ると思います。 ですね、また、あと問いじゅのところなんですけれどもこちら、ですね自動車保険の内容なんですけれどもこれですね、えー、整形逸念する親族を怪我させた場合これをもし認めてしまうと事故を誘発してしまうあの例えば妻を今回の場合誤って妻に接触時とありますがこれ、えー、悪用してですね、えー、意図を持って殺すこともできてしまうのでそれ払うとですね、えー、死亡事故を誘発させてしまうのでそういう観点からこれ、認められておりませんので、えーまあ、その 理,理屈が分かっていれば多分解けたんじゃないかなというふうに思います。 続いて第5問のタックスなんですけども、えー、タックスのこの問い11はまあこれ内容としては珍しいなと思ったんですが、えー、給料と給料と賞与が別々になってますが通常減税徴収用は給料と賞与がです、ねえー、合計された形なので単純にこれ足してあげてあとは測算表から該当するところで、えー、所得控除を出して、えー、収入から所得控除の金額を引けばいいということなんでそれを分かっていればそんな難しい話ではなくて問い12についてはちょっと差額別途のところの扱いが今回は重要なんですけど けどもまあ、これ自己都合によりとはありますが、これちょっと引,き引かなければいけないので、そうすれば一番出せると思います。次第6問の相続なんですけれども、まあ、今回の相続の中では？まあ、相続は？まあ、今回の当事者につきましては？ これは民法上の相続人と法定相続分なので今回の場合順番は第一順位でただ、洋介さんというこれちょっと長男かどうかがね陽介さんという方については相続放棄をしていますからこの人対象じゃありませんので洋介さんのきあと秀夫さんと翔子さんですかねこの方がいて洋介さんのお子さんのかなさんでしょうかちょっと読み方は分かんないですけどもこのかなさんというんですかこの方については相続放棄した場合はですね大衆相続発生しませんので かなさんは相続分ありませんからそうするとですね京子さん奥さんが2分の1あと残りの2分残り2分の12人で均等に分けるので秀夫さんと祥子さんが4分の1の1番が正解だということになりますし問い14の問題ですけれどもこちらはですねお父さんとおばあちゃんからなのでどちらも直系存続になってでこの康雄さんは30歳ですから即算表のうち「い」を使えばいい「い」の20歳以上のものが直系存続から贈与を受けた場合 ののの財産の場合ので使っていってい450と100足した550から歴年の110万引いていってあとは該当する率を使っていけばいいのでそこが分かれば計算はすぐできると思います。 はい続いて、あとは総合問題の第7問なんですけども、え問16のですねバランスシートのこの純資産を求めさせる問題、毎回出てますので、まあ、こちら、説例にあるですね保有財産の時価をそのまま足してあげて、ですねあと負債も相馬引けば答え出ますので、決して難しい問題ではないと思います。でまた、問17のこちらのですね係数早見を表を使った問題ですけども、これ実は意外と簡単で、私、計算しなかったんですけども、今回ですね、700万円を副利運用しながら5年間 取り崩すのでちょっとこれ運用せずに取り崩したら700万700万割る、えー、5年ですので140万で運用せずに取り崩しても100 140万ので運用せれば当然これ増えますところが今回選択肢見ると、えー、2番と3番は140万下回っているので、えー、運用して下回るはずはないのでだからこれ何もせずともこれ今やった、えー、700万を5で割っただけで答えが一番出ますので早見表を使う必要がない問題だということが言えます あと残りのですね19見ていただくとこれですね最近入ってきた内容なんですけども i d e に加入したときはこれ実は源泉徴収票を見ていただくと分かるんですけど源泉徴収票にはこれですね生命保険料控除ではなく小規模企業共済と掛金控除の対象になっていくのでこれ会社員の方だとイデコやってるとそこに入ってくるんで知ってる方もいらっしゃるのではないかなという,ふうに思うのでそういう形でこちらの日本 FP 協会の問題もですね、まあ、若干難しい選択肢があって も仮にそれを落としたとしてもですね6割は取れると思うのでこちらもです、ね、日頃しっかりやっていれば合格できる問題ではないかなというふうに思いますでは最後にですね個人資産相談業務の簡単な解説をしていきたいと思いますで個人資産相談業務ですがこれちょっと若干難しい部類に入る問題ではないかなということで,で例えば第1問の ライフの問題なんですがまあ問1については今回遺族基礎年金の話なんですけども18歳未満の子どもが2人いますので22万4500円が18歳未満の子でこの場合の金額なので2人いますので、まあ、この2人いることが分かっていれば22万4500円2人分ある3番が正解だなということで3番選べると思います。であとはですね問3に移りまして介護保険の話なんですちょっとこれ細かいんですけども 近年ちょっと改正があったところですが、まあ、介護保険のところ通常はです、ね、今までは1割自己負担だったんですけどもこれが所得金額一定額以上になると自己負担が1割ではなく、まあ、3割間違ってはいないんですけども3割のみならず2割のケースもあるんで、まあ、1割原則で、えー、所得の高い方にはついては2割か3割というふうになってますので3割固定ではありませんので、えー、これはそういう意味で間違いだということが言えます。 で続いて第2問の金融の問題の解説なんですけどもちょっとこれもですね、しんどいなと思うのは何かというと例えばなんですがおそらくですねちょっとまだ私見てないんでわからないんですけども。 おそらく問いが4点だと思うんですよなぜ問い音が4点かというとこれ結局計算を1個かっていかないといけないんですね。なのでそうするとですねこれ1番については一応まあ例えば選択肢は X 社に関する資料から算出される X 社の PR は11.2倍となりますとあるんで本当に11.2倍かどうかってちょっと計算してみて正しいかどうかという判定をしていかなければいけないのでそうするとこれ計算式を覚えながらやっていくのでこの場合は株価が4200円ですか。 4, 円あとはそのところをですね、えー、使っていくということでそれやっていく必要があるんでちょっとこれは、えー、っと利益をですね、えー、株数で割っていくと思うのでそれやっていかなくちゃいけないのでちょっとこの1番と2番、まあ、やって計算式を覚えていけば、えーまあ、実際やるとですね 1>, えー、1番が11.2倍2番が8.4倍というふうになっていくので、えー、そういうふうな形なのでちょっとこれ計算していかなくちゃいけないのでちょっと面倒だなということで多分これが配点が一番高いんじゃないかなというふうに思います。 で問い6についてはですねこれまあ,あのよく出てくる一般 NISA 今回積み立て NISA の話なんですけれども、えー、ここのところはねし、まあ、ていればすぐ解けるところが3番のところを見ていただくと一般 NISA と積み立て NISA に,については同時前中に併用して新規投資用に利用することができますとありますがこれ選択適用の関係がありますので、えー、併用はできないと、まあ、それをしていれば3番選べるんじゃないかなというところになります。 続いて第3問のタックスなんですけども、で、ここの問題では、例えばですね、まあ、意外と簡単なのが問いならで、えー、こちら総所得金額を求めますけども、まあ、総所得金額とありますが、今回説明からわかることは、給与所得とですね、一時所得、まあ一時払い養老ですけども、これは、えー 満期保険金になってまますすののでこれは通常の一一所所得得になります一時所得なりんですけども今回は満期保険金額が330万で一次払いの保険料300万ですから330から300引いて30万残りますけどもこれについては50万円の特別控除を使えてただ全額使えませんけども30万使って終わりなのでそうすると一次所得がゼロですからそうすると結局給与所得だけが対象になってくるんで800万の場合はですね800万 ×10% プラス1 2十。 でで万万万万となるんで800万から200万いた600万これが給与所得イコール今回は総所得金額だという問題なのでそこに気づけば難しい問題ではないかなというふうに思います。でまたですね今回遠い8についてなんですけどもえこれについてはですねえこれ結局イデコの問題でえこちら先ほども別のところでもイデコの問題ありましたけどもえこちらについてはですね、えー 確定教室年金の個人型の場合はその全額がこれは小規模企業共済と掛金控除なのでえそれを知っておりあとは配偶者の控除ですけれどもこれ配偶者控除については近年まあこれも改正ありえ900万円までであれば従前通り38万あとは900万から950950から1000そこで若干減っていて1000万を超えたらですね配偶者控除が受けられなくなってますからまあそこを知ってるかどうかで今回はえーと A さんはえ600万の 所得ですからこの場合は、えー、従前通りの38万適用を受けられるということが分かっていればいいので、まあ、そこちょっとでも産級ではちょっと若干難しいかなという気はします。 統一教会のです、ね、確定申告に関する話なんですけれども、これふるさと納税、これ会社員であれば原則年末調整の適用を受ける必要はない、えー、受けることできないので申告というふうになってますけれども、これワンストップ特例があるので、えー、5の自治体であればワンストップ特例使えるんですが、今回 A さん、8つの自治体に対して給付金控除を行ってますので、まあ、この場合は会社員でも必ず確定申告が必要だということで、一番が正しいというふうになります。 続いて第4問のですね不動産ですね不動産になりますで今回不動産の問題ですけども問10番が、えー、これはけん、えー、建築面積と、えー、延べ面積の組み合わせなんですけども <laughs> まず 建築面積なんですが今回近隣商業地域ということで指定建兵率が80%の地域にでこの地域がど,どういう地域かというと防火地域防火地域内に対価建築物を建てますのでこの時点で制限がなくなります100%になりますですから今回過渡地ではありませんけどもそれで100%になるので400平米に100%は400平米ですからこの時点で一番がなくなります。 あと今度は溶石率の話なんですけども今回は1 2ルない指導ですから8メートルに法定上数の10分の6をかけて 480%480% として溶石率の400%パー比較していずれが小さいものが採用されますので400%パーが採用されて400平米 ×400% パーですから1,600平米ということで2番が正解だというふうになります。 で問11は正直言ってこれテキスト多分2級でもないんじゃないかなというふうに思うんで、まあ、これはできなくても仕方がないかなと思うんで、えー、まあこれは別に気にしなくてもいいと思います。であとえ問12のえ事業用定期借地権の話なんですけどもちょっとこれもですね若干レベル高いなという気がするんで、まあ、最低でも問10は正解取っていただければなというふうに思います。 次、えーと、第5問のですね、えー、相続事業承継なんですけども、えー、こちらまず問13につきましては、えー、これ、準確定申告の話なので、準確定申告は4ヶ月以内になるので、4ヶ月以内分かっていればすぐに1番が正解という形で、えー、正解が取れます。で、問14のところ、これがちょっとしんどいなと思うのは、今回、えー、課税遺産総額って書いてあって、まあ、合計金額から遺産、 か遺産にかかる基礎控除を引いてくれてるんであとはこれを法定相続分で安分していくので、まあ、2億のうち妻が2分の1あとは税率をかけるで2億のうちですね今回長男 C さんと次男 D さんなんですが次、えー、男 D さん亡くなっているので代償相続を発生するんでまず2億のうち2分の1かける2分の1の、えー、4分の1その分の 税税額税率をかけていってっ長男 c さんであと G さん H さんは大衆相続なので2億かける8分の1が1人当たりの金額なんでそこに税率をかけていくのでちょっとそこで3回計算していかなければいけないのでちょっと3級としてはレベルが高いなという気がしますので,でそうすると今回ですねまああのまあ 意図してて作ってると思うんですけども節例にですね相続税評価額って書いてあるんですけども今回は小規模宅地以外は全く関係がないのでえ別にここの数字とか見る必要がないので,で今回は心臓関係図だけ使えばいいのかなという形です。 で問15につきましてもでこれについては適切なもんどれかなんでこれ実は説明を見なくてもですね3番のところですが配偶者の相続税額の軽減適用については法定相続分と1億6000のいずれか大きい金額までであれば相続税額算出されるのでとなると結局これを考えるとあの実際説明のところは親族関係図だけ見て終わりなんですねだから他の資料は一切見る必要がないと結論から言うとそういうふうになるのであの資料って全部見なくてもいいのかなと。 いいということなので、そういうふうな形で考えていただければというふうに思います。はいということでですね、えっ、ー、とまあ45分にわたって、えー、回答と解説を行ってきましたけれども。 あのまあ、ちょっと金融財政事情研究会の個人資産はちょっと若干難しいなということで、まあ、合格率は通常よりも下がるかもしれませんけどもとはいえです、ね、日頃からしっかり基礎的な部分を学習している方であればあの6割は取れる問題になっていると思うので今回6割取れた方はぜひともです、ね、そのままこの状況の下で2級に進んでいただくとあとはもう少し細かいところをです、ね、やっていけばです、ね、2級も決して難しくありませんからぜひともです、ね、来年の1月2級ですね二級 受けていただきたいなというふうに思いますのでぜひ頑張っていただければと思いますはいではこれをもちまして、えー、回答速報を終わりますお疲れ様でした